はい、どうも皆さん、こんばんは、船でございます。今回もご質問いただいているので読んでいきましょう。こちら、コラボ抜きでミクのおすすめシナリオデッキ構成お願いします、ということで、まあそのコメント通り、はい、作りました。こちらになります。極限まですごく使いにくいカードたちを集めました。話していきましょう。まず左からメカハンですね。このメカハンっていうカードすごく使いにくいです。なぜかっていうと、連撃がそもそもミクと相性が悪いんですよ。はい。その上、火力バフが乗らないから、まず前段ヒットさせたからといってキルができるわけではない。うん。で、次に妨害系のカードでもない。ヒーロースキル吸収だったり、あとなんだ、引っ張ったりとか、そういった連撃ではないので、本当にそれを打ったからどうなるって言われてどうもならないカードです。はい。なんなら、まあ切ったことによって隙ができるため、味方がミクがやられてしまうっていうカードです。うん。カードを切るとミクが死ぬカードですね。はい、次、実験タイム。うん。まあこれも一緒、カードを切ることによってミクが死ぬカードです。周囲の毒って聞いたら何を思い浮かべますかっていうと、おそらくパパミンだと思うんですね。パパミンを使うミクは結構います。それは強いと思うんだ。ただこいつの欠点なのは発動時間がタンなんですよね。はい。タンっていうこの発動を使ってまで与えるのが周囲のポイズンなんですよ。これどういうことを表してるかっていうと、ミクって周囲を当てる大前提として滑りっていうのがあるんですね。勢いよく遠くから走ってきて滑って周囲を打つ、これが強いんですけれども、このターン滑りません。はい。滑らないのでまず当たりません。で、当たらない上に当たってもライフ 30% 分のダメージで、プラスおそらくターンなので、その間にミクが死にます。はい。自分の命と犠牲に相手にライフ 30% のダメージを与えられるかもしれないカードです。うん、すごく使いにくいですね。やめましょう。はい、次、祭り行列、出汁ですね。はい、出汁。まあ、このカードも一緒ですね。使うことによってミクが死ぬカードです。まあ、どういったことかっていうと、ミク遠距離のモーションが長いです。なんで、遠くから敵を引っ張りました。そしたら引っ張った敵はありとあらゆるカードで点灯を合わせることができます。なので、そこでミクがやられてしまいます。といったカードになります。じゃあ、相手のダメ化が切れたタイミングで、これ打てばいいんじゃないの？うん、なんかフルークとかね、なんでもいい。いや、もう、なんなら、これを切った後に、ルチアーノが、あ、どうしよっかなって、タン切りでアバカン打っても、ミクはそこで死にますからね。はい。そういったカードって、そういった次元です。うん。うん、やめた方がいいと思います。はい、次、ミロディア。ミロディアは、ね、正直強い。強いんだけど、ここで言いたいのは、ミロディアの単体採用はやめといた方がいいってことです。ミロディアはね、あくまで味方の回復として優秀な分、自身の回復としてはあまり効果を発揮しないんですね。まあ、どういったことかって言いますと、ミクって基本的に耐久もキルもできないんで、走り回ることを要求されるわけなんです。その中で、こう走り回らなきゃいけない中で、ミロディア、特定のエリアでしか回復できないカードが展開されましたと。ミクは回復ができますか、できませんかって言いますと、ほとんどできないです。はい。なので、やはりミクがこのミロディアを使う場合は、他にもう一枚回復カードを用意しておきたいところになります。はい。なので、ミロディア自体は強いです。全然もうパーティーというかデッキに組んでもらって構わないんですけれども、その場合は他にダメ化を2枚にするとか、ドルケストル入れてみるとか、あとは回復をもう1枚入れるとかしてあげないと本当に難しくなりますので、ぜひミロディア入れるときは回復2枚とかにしてみることをお勧めいたします。そして最後にですね、このデッキ見てもらったらわかるんですけど、全部赤に染めました。っていうか赤に勝手に染まりました。うん。ここで話したいんですけれども、ミクのデッキって必ずしも3色入れる必要はありません。っていうことを言いたかったんですね。はい。なぜかっていうとですね、まずこういう単色のデッキってもう弱点を回避する手段がございません。うん。なんですけど、2色あれば回避できるんですね。はい。これキルを取る側と守る側って話が変わってくるんですけれども、よく考えてほしいんですね。例えば相手が赤色でした。赤色に対して弱点属性はじゃあ何色ですかって言われたら青って言いますよね。青一色しかないんですよ。じゃあ相手から見てほしいんですけれども、相手、自分が赤色でした、で相手が攻撃をしてきます、
じゃあその場合何色で受けたらいいの、え、何色の攻撃が飛んできたらこちらに都合がいいかっていうと、赤と緑なんですよ。この差わかりますか。キルを取る側は一色限定の、有利対面なんですよ。に対して耐久する側は二色有利対面を持つわけですね。って考えてあげると、これは無理やり3色組む必要がないのかなと私は思っております。はい。まあでも無難に3色組んだ方が強いっては最初に言っときます。といったところなんですが、いかがでしょうか。ざっくり内容をまとめると、あまりにも適性のないカードってやはり存在しますということと、ミロディアを採用する場合は必ず他にも回復を準備してあげましょうということです。あとは、無理やり3色組む必要がないってことですね。2色でも一応やっていけます。まあ、ただ3色の方が強いですよと、そういったことでございました。皆さんもね、もしデッキ構成組むときに困ったらちょっと参考にしてみたらいいかと思います。おそらく参考になってない。